はい、というわけで皆さんこんにちは。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 あ、こんにちは。今日体調はいいですか？これあらかじめ聞いておきたいんですけど。あ、体調は今ちょっと昼飯食ってないんで結構腹減ってるんですけども全然大丈夫です。もうあるんです。はい、元気じゃないと務まらないので。そんなにあれなんですか、はい、今日ちょっと過酷な動画となっております。ちょっと怖いです、はい、今日は、ロストアーカイブというゲームをやるんですけど、はい、こちら、カードゲーム、おー DCG っていうのかな、はい、デジタルカードゲームになってます、はい、ぶっちゃけ案件動画なんですけどいざね、はい、まあ、やるじゃないですか。ちょっと面白かったんでハマっちゃいました。個人的に課金してしまいましたね。本当ですか？極めて個人的な課金をしてしまいました。まあ、どういうゲームなのかっていうのを、はい、ちょっと、ああ、そうですね、僕の画面で、まあ、ホネムさんもやったんですけど。そうですね、僕も一応やらせてもらいました。チュートリアルね。チュートリアルを。デッキも組んだ。デッキも組みました。多く、はい、ランクバトルをやりながら、はい、ちょっとルールを説明していこうかなと思います。お願いします。デッキなんですけど、溜めてドンってやつはこれ。溜めてドンってやつはこれちょっとこの後ホネムさんと対戦するんで。あ、これじゃあまだ置いておいて。見せられないやつですね。はい、これゲーム内で購入できるスターターデッキ。スターターデッキ。やっていこうかなと思います。はい、内容は僕まだ見てません。多分勝てる。このゲームの面白いと思ったポイントなんですけど、はい、ただのカードゲームではなくてボードゲームの要素もある。あ、そうなんですか。はい、でも僕ら結構得意なジャンルではありますよね。はい、でまず最初に奥義を選びます。これは1試合のうちに1回使える、まあ、リーダー能力みたいなものかなと思ったらいいんですけど、個人的におすすめはこの運外装填ですね。これめちゃくちゃ強いですよね、はい、まあ、10ターン後以後使えるんですけど、はい、全体3点ダメージを飛ばせます。めちゃくちゃ強いですねこれ。とても強い。こいつ強っ。召喚時周1マスの自分を見に向いて、マリが終わっちゃいましたね。能力に見取ってしまいました。はい、でもルールは、はい、まあ、カードゲームだったらよくありますけど、1ターンごとに、マナが1、最大値が増えていって、それを消費してカードをこのようにプレイするというゲームなんですけども、まあ、このようにタイルのようなものがこういうふうに配置されてますよね。はい、これが大事なんです。味方のユニット、はい、味方のカードを1列に並べたり、相手のカードを味方で挟んだりするとダメージが入ったりと、お、いう仕様になってます。相手のターンですね。これ自分のリーダー、まあ、こいつ、はい、これですよね。これこいつですね。こいつも味方に入ってるんで、例えば相手がここに置いてきた、はい、となったら自分のカードをここに置けば相手に2点ダメージが入ります。結構じゃあリーダー駆使していて序盤は見たいと思うんですけど、早速なんか相手突っ込んできましたね。相手突っ込んで、はい、今のうちにちょっと盤面を囲んできますか。こういう感じで、おこれでもう次の相手は結構ね、きついですよ。きついですね。でもこれ溜まったんで使うんじゃないですかね。そうすると多分これ使わないと顔面殴られちゃうんで、はい、でも使ってこの3、4、2、4で取って残り5個差でカード置いたところに僕このベヒモスを置こう。これなかなか強いですからね。こいつは周囲4ダメージ、はい、自分の周り全部4ダメージを与えるという非常に凶悪な、はい、しかもねアクティブ、はい、一旦に1回使えるんですけど、こいつは1マナ使って1マス移動できるんで、あ、じゃあこれでズシズシと前に突っ込めるという、はい、守っといて顔ににじり寄るというゴマホ挟んできました。うまく2枚使う。おお強、こいつ強いっす。攻撃起きた時に周囲に2ダメージ。うわ、普通に取ってきた。うまいこと盤面除去してきました。そういう感じ。いや逆に、はい、もうちょっとこれ使えますわ。もう先に、はい、相手これ3枚取ります。これ全体3ダメージ。除去できるっていうのはなかなか強いですからね、はい、ここ置いてで瞬間的な増強2枚使って5ダメをこれ増強しすぎじゃないですか。5ダメを入れておきます。めちゃくちゃ強いですね、まあ、一旦だけなんですよこれ。とはいえもう相手、はい、5点怖いですよ。これはもう相手切るしかないですよね。運外装填それか強撃連打か。テンペスト、テンペスト水量めっちゃ食らいましたね。テンペスト効果周1マスにランダムに2ダメージ、これを3回。なるほど、合計6点。これただ手札の枚数的には結構相手側が有利なんで、そうですね、あんまり行きたくないですね。これ出しても
簡単塾ね。とりあえずゴブリンだけどで、かわいい相手にカードを切らせましょう。イラストレーターはかなり有名な方が担当されてるらしくて、三木本春彦さんとか藤チョコさんとか、お藤チョコさん、はい、声優は上坂すみれさんに釘沼理恵さんとか、めちゃくちゃ釘宮、釘宮ですね、沼ですね、沼に入っちゃう、ちょっと沼が入りましたね盤面も結構沼に入ってきちゃったんですね。57? うわ、バレリだ。これスペルプレイすると1点飛んでくるっていう、とんでもないやつですね。うわ、レリック、レリックスペースっていうのがあるんですよ、はい、レリック置く場所が、これ置くとこうフィールドに様々な効果が現れるんですけど、こうベヒーモスノーダメで7点で置いときたいんで、これ出しますね、全体4点で、強撃します、これ。あ、ここで強撃時、1回復かな。実は、僕ランクマッチ、はい、1回も負けたことないんでここで負けると結構マジで負けたくないんですよ。結構負けたらやばいっすね結構俺ランクマッチでオラついてしまったんで負けたくないんですよね。24ターン目、24ターン僕もこのゲームやってきたんですけど、24ターンってなかなか、俺も初だ、ナイス墓地18枚ですよ、こっち。なんか入ってねえかな、このデッキこれなんか入ってないですか。うわー、苦しかった。ここで攻撃時2打目、うわ、詰めてきたなマジでお、なんか強そう。これは自分の身にも破壊してプラニーに、いや、終わる。勇気の待機、勇気の待機、勇気のパス。いや、もうこれここら辺置かれたら終わりよ、ここら辺。そうっす、その辺に残り4点。うおー、しのぎましたね。これ強いんじゃない。ただこれで4-1はもう除去できるんですけども、いや、これここ置くじゃん、これ1点でしょ、こいつはかかってないから。なるほど。で、ここでこいつ取って、あ、うまい、2点アップ、パワーアップして2-4取る。おお、これでなんとか耐えたでしょ。そうっすね。で、相手のカード次第ですけど、ああやべ、この5-7取れるかだよ、これ。6-8 6-8は痛い。決まります、ね、何ですか、何ですか、負けるわけ。レジェンドカード来ましたよ、 A の契約。何ですか、自分と自分のミニオンで受けるダメージは全て2になる。終わりましたふざけるなよ。終わりましたね、これは。おい、また広がる森林、ワンドロー、これでできます、これは。あっと、このカードはこのカードで、あー、前トンネル入れ、マジでトンネル入れっておめえ、ただのひょうじゃねえかよ。まあ、2点なんでこうなっちゃいますよ。負けました。まさかの動画で。いや、嘘でしょ。お前、俺、10連勝ぐらいしてたんだよ。まさかのこれ途絶えるとは。食べてドン使えばよかった。D4 まで上げたんですね。はい。E1 に落ちましたけどね。落ちましたね。はい。いや、連勝ボーナス、ボーナスが消えたんすけどなんすよ、じゃあ面白いんですよ。そうです、もう結構白熱の試合展開だったんで、はい、なんかやったら、そうっす、一瞬で覚えるんで、もうこのボード要素が面白いんで、はい、皆さんぜひやってくださいと言って終わるところなんですけど、はい、今日ちょっと骨太さんが、はい、実はカードゲーム得意とバレました。実はカードゲーム得意らしいんですよ、はい。僕一応地元じゃ最強でしたから。え、そうなの。カードゲーム、はい、あの小学校までは最強のカードゲームだった。最強のカードゲームです。へえ。負ける気はしないですね。うん、そんなに興味がないですそんなに興味がないという。あの、今日はちょっと骨太さん対戦しようかなと思います、はい、俺もちょっと一軍デッキ使うんで、ちょっと今日は、はい、普通に対戦してもつまらないので、はい、まあ体力10点はいありますよね。はい、緊張感が足りなくないですか。緊張感ですか。はい、まあ足りないっちゃ足りないですけど、なんか足りないですよね。プレッシャーをもしかして付け足していく感じですか、これ。こちらですまたこれ出るんですか。おなじみの青海です。これいつからこれもう定番のアイテムになっちゃったんですか。こちら実はですね、はい、隠れた機能がありまして、はい、A 曲と B 曲があって別に設定できるんですよ。これもしかして2種類違うのが流せるんですよ。食らうごとにダメージが上がっていくと。そんな闇のデュエルを、はい、これ強さが20段階あるんで、はい、体力が1点減るごとに威力が2上がります。
で今回の動画はもうどっちかがこれ20食らうってことなんですね、絶対。はい、マジか。ちなみに俺のデッキ名はためてドンです。お前絶対負けねえからな。俺これ食らいたくないから課金しちゃうから。それでやったんですか課金。よし行くぞ。怖え怖え。これ皆さんには僕の画面を見てもらいます。まず顔食らわないのが大事なんですよね、普通の対戦と違って。これどうしよう。これはこのターンのみ2マナが増えるという実質ただのカードから決心。決心で危ねえ危ねえ。これ怖え。いやちょっと待って、そいつのせいで俺攻撃できないじゃん。これだいぶ引いてきた。いやこれいい展開、いい展開。ちょっと手汗がやばい。もうマジで負けたくねえんだけど。こんなに手汗の出るゲーム久々やった。もう顔面だけはしばかせないんで。2点食らうと一気に強さ4くるんで、意地でも画面取りに来て。その本さん悪いんですけど、はい、どっちが食らったら最低レベル1で起動しないといけないんで、微弱な電波が発生するんです。微弱な電気が食らってなくて、まあ、初期は全然大丈夫です、はい、流してもらってご了承ください。いやいい布陣じゃねこれ。いやパワーが強すぎる、パワーが強すぎる。お前お前星丸絶対吐かしてるからなお前。いやこう次元石、次元石置いて、次元の歪み強すぎませんかこいつ。よしよし、危ねえ危ねえ。え、どうなんですよ。危ねえ、こうなるんですよ。いやこれだいぶ盤面取った。はぁ、強すぎでしょ。全部だから、あの置いたところの周囲、これ全部です。あーもう出ちゃうか。切りますわここで。うわ出た、それめちゃくちゃ強いですよ。工場ですよ、工場やべえ。これ1点食らっても大丈夫。なんとターン終了時、工場何つオッパーしてんだこれ。周囲1回復。やべえやべえやべえ、これ除去できない。しょ、これ来た。星の嵐かこれ。俺のさ、溜めてドン食んじゃねえな俺。いやこれどうしよう。大装填全然届かないよね、そんなんじゃ。これでワンドローして、うん、あ、はいはい、来た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 、うわーやべえ。はい、こうなんですよ。攻撃するの、攻撃するの、死にながらでも俺に雷流しに来んのかお前。でも当たり前ですね。ちょっと来た。これでとりあえずまあ、じゃとりあえず電池をいきますよ。あー俺のところ来るんだってこれ。あーあーちょっと待って、俺の方を時間が、ああ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 やべやべやべ。いやこれで、ね、ここで使って、うわー早くしろっていいからお前投げんだよ、考える時間か。よしよし、これでこれで運命かけるしかない。うわー星の話だって食らう俺。うわマジ3点食らって、あー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 
おめでとうよ。ちょっと俺がそれで終わると思ったかよ。おい、あーマジで終わる。1点出してなあ、お前見とけよ、お前お前見とけよ、お前見とけよ、お前お前ロストカラーだよ、お前おっとこれ
ゼロだ。終わった。これで5体入れて、やべえ、来るやだちょっと待って、行くよ行くよ。のさ、覚悟はいい。あー、痛い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 。ちょっと早く早く早く終わらせ。痛い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 。ちち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 か。これどうしますかね。早く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 終わらせ。早く終わらせ。早く痛い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 。待って筋肉が、筋肉の伸縮運動がおかしい方向に曲がってる。行くよ行くよ。早く終わらせ。痛い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 。マジでマジでマジで止めて止めて止めて。終わった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 。やばいやばいやばい。ちょっと止めて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 。痛い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 。俺さ、切るな切る切る。あ、待って俺、爪爪の跡が。待って、これ見えます、これ握りすぎて俺爪の跡ついてるところ。いってなんだこのゲーム。いっておめん案件でなんだこのゲームは。ねめっちゃ痛い。あー、めっちゃ変な汗かいてきた。指が爪の跡ついてるんですけど、うん、どうでしょう、丸山さん。見事に逆転撃されましたね。はい、ローストから決まりましたね、完全に。いや、強すぎる。最大 MP を両方ともゼロにするという禁断のレジェンドカードが出ましたね。溜めて溜めてビッグな攻撃力で一気に丸山さんを電力マックス20の世界に、あー、マジか、引きずり込みました。ちょっとカードパック引いておきますか、最後に。何がやった。すみません、俺回しに回しまくってですね、残念ながら1パックしか向けないんですけど本当は10連向くところだったんですけどね、1パックだけ引かせてもらいます。何が出るかですよね。あ、ノーマルですね。おワンチャン。なんか演出が、お、レア1枚だ、レア1枚。ほい、圧倒的な演出。もうこれのおかげで俺電力弱まりましたからね。もう僕らも2枚引いてマナプラス1の3回ということでね、かわいいキャラクター、かっこいいキャラクター、貯めてドンするキャラクターいろんなキャラクターがいますけども、非常に、はい、マジで面白いんで、マジで面白いです。電車でずっとやってるんで、ちょっとマジでおすすめのゲームなんです。ロストアーカイブやってみてください、はい。またデッキとか貼ろうかな。そうですね、今回使ったデッキとか、はい、もう僕らがツイッターでパクってきたデッキをさらにこれね、あのこのゲームデッキの共有っていうのがあって、これ人のデッキをねダウンロードできるんですよ。で、うん、人気の、まあ、いろんないいデッキを出してる人ですね、はい、本田さん多分知らなかったと思うんですけど、ランキングがあって、え、こんなのがあるんですか。はい、普通のこのレーティングポイント、プレイヤーポイントってランキングだけじゃなくて、デッキをいっぱい使ってもらった人ランキングっていう。あ、じゃあこの人からもう、はい、簡単な話ほぐっちゃえば。そうです、なので皆さんぜひやってみてください。マジで面白いです。マジで面白いです、ね、面白いね。普通に面白かったです。僕は電極がなければもう完全にわーいっつって終わってたんですけど、まあ、遊び方次第ではこうなっちゃうよということで、はい、皆さんもぜひやってみてください。ロストアーカイブでした。バイバイ。